皆さん、ニーハオ。そしてこの動画を見ていただいている方、シェイシェイ。ということで今日もナイキのスニーカー紹介をしていこうかなと思います。はい。で、まあ、今回のスニーカーに関しては、まあ、限定のスニーカーで、世界なのか日本なのかちょっと詳しいことは分かりませんけど、7000足しか、出回ってないスニーカーとなっております。はい。で、サムネイルをね、どのように作ろうかなっていうふうに考えたんですけど、やっぱ中国といえばセンスかなと思って、センスを探しました。家の中にあるかなと思って探しました、センスを。はい。センスを探したのはいいんだけど、センスが見つかりませんでした。じゃあなんかでセンスを作ろうと思った結果、お金になっちゃったんだよね。たまたまあったから、お金でちょっとセンスを作ろうかなと思ってセンスを作りました。はい。ちょっとね、うわ、何アピールこいつみたいな感じで思われるかもしれませんけど、はい。すいません。センスを買うんだったら、自分で作っちゃえみたいな感じで、あんな感じにしてみました。はい。で、まあ、お金、なんでそんなにも持ってるのとか、まあ、サムネイルを見て思うかもしれませんけど、まあ、これもね、コツコツと一生懸命働いて、嫌なことも我慢しながら、貯めてきたお金でおります。はい。一生懸命汗水流しながらね、一生懸命頑張って、まあ働く時間も一日長いんだけど、はい。ということで、そうやって僕は頑張っております。日々頑張っております。はい。っていう前に、ライブ配信で、ちょっとね、ここ最近、荒れてます。はい。僕のライブ配信ちょっと荒れてます。はい。まあちょっと揉め事というか、そういうのが今発生している状態で、で、まあその中で見に来ていただいてる方とか、本当に申し訳ないと思ってます。タイムアウトとかブロックすることは簡単です。でもそれをやったら余計ね、状況が大きくなるかなと思って、そこまでは至ってない状態です。はい。まあこれ以上、これがね、ずっと続くっていうのであれば、うん、まあブロックとかタイムアウトとか、そのようなことも頭の中には入れてるので、本当嫌な思いをされてるリスナーの方とか、本当大変申し訳ないと思ってます、そこは。で、まあちょっとね、その方ともまあちょっと色とごだごだと揉めたりとかして、うん、僕もちょっと申し訳ない対応を取ってしまったっていうところもあるので、はい、そこはちょっとご了承いただけたらいいかなと思います。まあ何かしらの対応はさせていただくので、これ以上続くのであれば何かしらの対応は取っていく方向性でいますので、はい、もうしばらく我慢していただけるといいかなと思います。はい。まあ何かしら対応はします。はい。ということで、暗い話はここまでにして、スニーカー紹介をしていこうかなと思います。はい。こちらです。なんで書いてある？ちょっと見えないな、これ。ん？ 20 って書いてあるってことは、多分で、俺の予想で、あくまで俺の予想だからね、多分ナイキが中国に進出して20周年っていう意味なのかな。うん。多分そのような意味だと思います、この数字は。で、こちらはピンクで、着火しね、なんかね、模様が入ってんだよね、模様が。で、まあ、靴のサイズは 27.0 です。僕の靴はね、靴のサイズはね、うん。で、こっちが黄色で、ここにね、なんか書いてあるの、漢字なんか書いてあるの、誰か読める方コメント
お願いします。まあ読める人そうそういないと思うんだけどな、読める方がいたらもしコメントで教えてください、なんて書いてあるのか。はい、でこっちがね、緑、カラフルだね、この箱カラフル、女性にもね入っていただきたい一足だと思います。はい、噛んだな、今噛んだな。でここ一周回ってここで、ここがピンク、そうちゃんとナイキのマークがここでババンと出てくるんです。はい、おいおいおい、本当にナイキの紹介かよって一瞬思ったでしょ。違うんだよ、ちゃんとしたナイキのスニーカーです。はい、で裏がねこんな感じ、黒なんです。はい、そしてなんでこれピンク2回も使った、まあピンクっつってもこっちはちょっと濃いピンクで、こっちがね、こっちが濃いピンクで、こっちがね薄いピンクっていう感じです。はい、ちょっと説明下手くそだな、俺ほんと説明下手くそだったな。はい、で中を開けていきましょう。ババ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 、ピラ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 、こんなの入ってるの、めちゃめちゃカラフルなんだけど、中もめちゃめちゃカラフルなんだけどね。この中開けていこうね。んーで、シークレットって感じがする、しないわな。ババーン、ちょっと箱を下に置こうかな。多分ね、このスニーカー女性の方もね、多分履いてもう違和感はないスニーカーだと思います。はい、だから男性の方でも女性の方でもなんかまあ、服装に合わせて履いていただけると、多分服装よりも靴の方をやっぱ重点的に注目が浴びるんじゃないかなっていう一足だと思います。はい、これちゃんとナイキだよ。でね、ここにこことね、どこだ、こことこことこことここになんか漢字が書いてあるんだよな。まだこれ漢字ダメなの、漢字、はい、漢字ダメなの、ひらがな打っとけよって話だよね。ひらがな打っとけよって話だよこれは。はい、無がわかる、無がわかる、服もわかる。ん？ちょっと待って。無はわかるな。無以外はわからん。はい。で、裏がこんな感じです。裏がこんな感じ。まあ、中国のデザインって感じがするよね。うん。悪くはない。悪くはない、後ろは。で、横がこんな感じです。で、ここもちゃんとエアマックス。エアマックス1になるのかな、エアマックス1のチャイニーズっていう一足です。はい、でここか、ここにね服、ん、ちょっと待てよ、うん、ここにね、ここにね、ここにね、おそらくね服っていう感じがね書いてあると思う。これ服わからんけどね、もうね一回まあ、購入、まだね、ギリね、ネットとか、ネットオークションとか、まあ、ネットショッピングとかで、まだ結構出てると思うし、まあ、発売されて、どれくらいだ？まあ、半年くらいか。半年くらいなので、うん、まだ全然、何千足って言っても、まだまだ買えるチャンスあると思うので、もしよかったら買ってみてください。でこのスニーカーの金額、俺が買った金額は17,400円、17,400円で購入してます。まあスニーカーズっていうアプリがあると思うんですけど、スニーカーズで買うと14,000円とか15,000円、まあもう売ってないんだけど、スニーカーズの中ではもう完売っていう形で表示されてると思うんだけど、ちょっと金額は張ったとしても、まあヤフーオークションとか楽天ショッピングなのかな、なんかいろんなネットの、まあ、販売
ところがあると思うから、そちらの方でまあエアマックス1チャイニーズって検索すれば出てくると思うので、でね、金額はみんなやっぱ出品者によってやっぱね金額が違います。2万のところもあれば1万5000円のところもあれば、結構ピンキな形で売っているので、まあ一番安いところをまあ重点的に探して購入してみるのもいいかなと思います。はい、でも男性でも女性でも多分うん履いて違和感はないようなスニーカーだと思います。でこちらの表、こちらの表はこんな感じです。はい、まだちょっとね中ね入って詰まってんの、あの紙がそれまだ取ってない状態です。でまあこんな感じ、こんな感じですね。はい、まあね結構ね、おそらくこれを履いて、まあ、例えば、彼女とデートに行くとか、まあ、合コンとかに行くとか、とかでも、やっぱ結構、服装よりも足元に目に入りやすい一足だと思います。はい。で、まあ、俺のね、恒例な、まあ、恒例になってるよね。靴の裏よ、そこ大事でしょ、そこ一番大事だと思う、俺の中ではそこが一番大事俺の中ではそこが一番大事、いやそこじゃねえだろうっていうコメントがいっぱい来そうだけど足の裏は大事、なんでかっていうとね、なんで今までの動画もそうだと思うけど、足の裏を今まで見てきたじゃんね。例えばだよ、玄関、自分の家の玄関とかに入るときにさ、靴がさ、もうベーンってなったときあるじゃん。綺麗にさ、ここで整う、ね、綺麗に置いとけばいいよ。でも、さ、やっぱ子供の頃とか、まあ大人の方でもたまにいるかもしれないんだけど、雑にね、靴を抜く人がいるわけじゃんね。雑に抜くを、服じゃねえや。雑に服を脱いだりしょ、どうすんねんって話をね。違う。雑に靴を抜くと、こうやってひっくり返ったりとかするじゃん、こんな感じで。ね。雑に脱ぐ人いるじゃん。ね。で、だから雑にこうやって靴を脱いで、これひっくり返っとっても、裏がかっこいいっていう考えも正直ありました。はい。いや、俺はちゃんと丁寧に置くよ、丁寧に。丁寧ではないけど、そばで丁寧ではないけど、こんなひっくり返った状態で玄関に置きっぱなしにすることはないけど、うん、ちゃんと、ね、例えば、バーベキュー台とかして、ね、靴を脱ぐ瞬間とかってあるじゃんね。その時にこれベラーンってなった時にさ、あれ？お前の靴の裏かっこよくね？みたいな。いう風になるやん。ね。ということで、まあ、裏を見せていくんだけど、まあ、こんな感じです、裏は。はい。こんな感じです。で、ここにもね、なんか漢字が書いてあるの、漢字が。皆さん、もし購入したら、あ、この漢字か。これだったら俺でも読めるわ、と思ったら、もしよかったら、コメントの方にね、書いていただけると嬉しいかなと思います。はい。この感じです、靴は。いや、俺ね、結構、キュートな、靴を購入できたかなと思います。で、あとここの部分もね結構ねおしゃれ的なんだよね。うん、結構おしゃれな感じで作られているので、まあもしよかったらまだ買うチャンスはあると思うので、もしよかったら購入してみてください。ということで今日の動画はここまでです。また近いうちにナイキのスニーカー、まだね、欲しいスニーカーがね、まあ、2足、うん、2足かそれぐらい、2足か3足ぐらいあるので、そちらの方もね、購入でき次第、動画に開けていきたいと思うので、末長く見ていただくためにも、チャンネル登録と、いいねボタンを押していただけると嬉しいかなと思います。はい。では、バイバーイ。